レースは4コーナーからホーム、残り2周回を迎えます。さあ、これ一旦前を抑えたのは7番の山口、そして2番の古生が上昇です。さあ、しかしこれを突っ張りに行きます。7番の山口、古生を出させませんか。さあ、2番の古生は現在外並走3番手のアウトコース。さあ、しかし4番の阿部もここは譲れないところ、3番手4番手が並走状態で鐘が入っております。これをじっと見ているのが1番の松浦、前と大きく車間を着ての、さあ、この7番手からのかまし、さあ、一気に発進してまいります。これに気づいて7番の山口も前々と踏んでいくんですが、1番の松浦一気に叩き切りました。その後ろは9番の武藤、98機同期ができて、その後ろを追いかけるのは7番の山口に、アウトコースからは6番の松谷、最後の2コーナーからはクセッチ、さあ、前両者が抜け出ています。その後ろ2番の古生は現在5番手、そして4番の阿部も5番手から4番手まくっております。なかなかいいスピード、最後の4コーナーから直線、さあ、振り切るか。4番の阿部、4番の阿部の最後が突き抜けてゴール、阿部雅弘。この動きを確認しています。レースは4コーナーからホーム、残り2周回を迎えるところ。さあ、2番の谷口が前々踏んでいきますが、さあ、3番の鈴木を出させるか。いや、出させません。しかし中段の位置を確保か、東京ライン。しかし後方からは1番の伊藤が一気に巻き返してまいります。さあ、1番伊藤の仕掛け、乗ってくる地元両者、9番の阿部に6番の大西。さあ、3コーナーから4コーナー、1番の伊藤が先頭、その後ろは9番の阿部、さあ、6番の大西のところに2番の谷口が飛びついております。さあ、6番の大西はしのいでいけるかどうか。最終周回の1コーナーから2コーナー、そしてその後ろ、これを見ているのは7番の浅井光太です。そして3番の鈴木は現在7番手、最後の2コーナーからバックスイッチ、前は1番の伊藤、そして車間を着て盤石か、9番の阿部雅弘、いつでも出れる体勢だ。その後ろは6番の大西、粘っていけるか。インコースは2番の谷口、外から3番の鈴木、最後の4コーナーから直線コース、先頭は1番の伊藤、その後ろからは9番の阿部、3連勝で優出ゴールイン。2着争いどうか。レースは4コーナーからホーム、残り2周回を迎えます。さあ、王者の真由紀、1番の松浦雄二、まだ誘導が残っています。4番の吉田裕樹がこの辺り中段から踏み上げてまいります。さあ、これを見て1番の松浦も前々踏んで中段を奪っていくか。しかし後方からは早めの仕掛け、7番の北鶴も、さあ、これはもがき合い辞さず前々踏む。しかし1番の松浦も、さあ、6番の佐藤を飛ばして、これは3番手、7番の北鶴は現在3番手のアウトコース、これは苦しくなったか。最後の4コーナーから直線コースです。前は4番の吉田、さあ、最終周回の1コーナー飛ばす4番の吉田、マークは3番の武藤で、3番手は1番の松浦、そしてその後ろに9番の岩津が続いて、さあ、地元の2番の小岩は現在後方、これは苦しい。最後のバックステッチから3コーナー、前は4番の吉田、番手車間を開けながら3番の武藤、余裕があるか。3番手から追い込むのは1番の松浦で、直線コース4番の吉田、その後ろは3番の武藤、間は9番、9番の岩津が抜け出した。9番岩津祐介。この8番の松本の動きを車を外に持ち出しながら牽制、残り2周の赤番形状通過。さあ、4番の中釜と島さ突っ張っていきます。さあ、今日は突っ張り先行なのか、4番の中釜、そして後方からは6番の小畑。さあ、チャレンジャー先行、一気に叩いてまいります。これを送り出して4番の中釜が3番手、そしてその後ろ7番の小松崎は6番手で、8番の松本はもう一度8番手の位置、これは苦しくなりました。4コーナーから直線、レーサー最終周回です。前は飛ばす6番の小畑、そしてその後ろは3番の松谷で、3番手4番の中釜、これは位置十分か。その後ろに7番の小松崎は6番手、最後の2コーナーの立ち上がり、4番の中釜がまくります。さあ、牽制を見せる3番の松谷、その横を乗り越えて、その後ろは1番の古生に、3番手9番の村上、近畿ナインで決まるか。その後ろは7番の小松崎、最後の4コーナーから直線、先頭4番の中釜、その後ろからは余裕を持って1番の古生が抜け出した。1番古生優作。注文をつけております。4コーナーからホーム、残り2周回を迎えます。8番の伊藤相馬もこの動きを確認して、残り2周の赤番ケージを通過。さあ、さらに1番の松浦が1車すくって、さらに9番松谷のインコース、現在4番手から、さあ、5番手というところなんですが、ここは1番の松浦が4番手、そして後方からは6番の中釜のかまし、しかしこれに合わせて8番の伊藤も命中
明治の先行です。8番伊藤相馬が風を切ります。その後ろは地元2番の阿部で3番手が9番の松谷、最終周回の1コーナー、そして4番手を確保が1番の松浦、さあ6番の中川が交代して3番の古生が現在5番手、最後の2コーナーからバックセッチ、前は飛ばす8番の伊藤相馬、その番手からバンタッシュ2番の阿部、その後ろは9番の松谷、9番松谷の仕事、1番の松浦は2番手のアートコース、最後の4コーナーから直線コース、先頭は2番の阿部、2番の阿部は最後、2番の阿部が優勝、ゴール、阿部は最後、別府の誇りになりました、阿部正弘。